出口正子11月4日隊は、日本の声楽家、オペラ歌手。東京都葛飾区出身。1973年国立音楽、大学声楽家卒業。1975年、東京芸術大学大学院終了。東京オペラプロデュースラベル、スペインの時コンセプシオンが初出の記録である。その後、同年に、私いい、その後、約30年間在位。 ベルカントの第一人者として、ドニゼッティ、ランメルモールのルチアの、狂乱の場など、イタリアオペラを得意とする。国外での公演歴が長く、海外の歌手との共演経験も豊富である。イタリアスカラザ付属オペラ研修所で1982年まで、研鑽を積み、1981年、テアトロナチオナーレにて、フラビィアーノ・ラボを共演、ルチアタイトルロールで、イタリアデビュー。 同年、アレッサンドリアにて、ベルディ、ファルスタッフ・ナンネッタを務める。1982年、ベルディ、椿姫・ビオレッタにカーティア・リッチャレッディと、ダブルキャストで出演。その他、ベッディーに、心境と、無誘病の女、ベルディ、リゴレット・ドニゼッティ、愛の妙役、モーツァルト、ドン・ジョバンニなど、ベルカント・オペラを中心としたレパートリーで、イタリア、フランス各地の歌劇場で活躍。 1983年テアトロヒラルモニコにて、椿姫に出演。1985年、ドニゼッティフェスティバル開幕公演で、ルチアに出演。1987年一時帰国。藤原歌劇団、ルチアタイトルロールを務める。一行は、欧州と日本を行き来しつつ、日本では藤原歌劇団のプリマドンナとして、リゴレット、椿姫、新京都。 無誘病の女、愛の妙薬、ビゼー、カルメン・プッチーニ、ラ・ボエームに出演。2001年スペインのマラガニテ、プッチーニ、トゥー・ランドット・流薬役を務める。序盤の数、たランド・バルトリーニと共演。同年からは新国立劇場にも出演するようになり、トゥー・ランドット、カルメン・ベルディ、オテロ、アイーダでの出演記録がある。2004年ラ・ボーチェ主催、ルチア、 2005年、椿姫に出演。同年、藤原歌劇団では、チレア、アドリアーナルクブルールタイトルロールを務める。2006年、ビワコ・ホールベルディ、海賊に出演。その後、藤原歌劇団に加え、東京室内歌劇場、オペラ彩り等へと、さらに活動の場を広げている。コンサートに関しても、ベップ・アルゲルチ音楽祭出演や、 青柳明とのジョイントコンサート自主企画公演。2017年には、第53回日異性学コンコールソ入賞者による、イタリアオペラ名曲コンサートにゲスト出演。2018年には、ベッディーニ、ベアトリーチェディテンダに出演するなど、現在も、第一線で取り組みを続けている。田島義和、柴田厚尻区、アントニオベルトラミ、エドアルドミューラー、ニ位のスカットリーニに支持。 abcd 出口雅子日本人オペラ名館2020年4月17日閲覧葛飾ゆかりの人葛飾区2020年4月17日閲覧ミラクル博士スペインの時昭和音楽大学オペラ情報センター2020年4月17日閲覧 abcd efg プロフィール出口雅子オフィシャルサイト 2020年4月17日閲覧。ABCD イコールファインドパフォーマンシンフォーメーション出口雅子、昭和音楽大学オペラ情報センター。2020年4月17日閲覧。L.A. ボーチェ。カデンザ。2020年4月17日閲覧。イタリアオペラ名曲コンサート。読売大手町ホール。2020年4月17日閲覧。入賞者一覧。 日本音楽コンクール2020年4月17日閲覧国際音楽コンクール参加表彰者一覧日本音楽コンクール2020年4月17日閲覧歴代入賞者日異性学コンコルソ2020年4月17日閲覧ウィキペディアジロオペラ賞の項目を参照芸術編賞歴代受賞者一覧昭和25年度より 令和元年度まで文化庁。2020年4月17日閲覧、日井音楽協会の歴史。日医音楽協会。2020年4月17日閲覧、第55回日医声楽コンコルソ2019。ハンナ。2020年4月17日閲覧、ありがとうございます。